しそうでちゅね。本当はこれ我が子の成長見守るような感じなんですよね。わかります、このサックサク感。ザマリウシのりさん、りょうです。ということですね、今回はですね、結構昔のレシピなんですけども、非常に評判のいい唐揚げレシピです。唐揚げってね、やっぱりね、いくつ持っててもいいと思うんですね。人気の高いですね、悪魔の唐揚げっていうのを やりたいと思います。これがですね、非常にコクの深いね、味付けになっておりますので、とりあえずそれで飲みたいんで、今から作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ、材料紹介いきたいと思います。こちらが鶏もも肉、 300g か 350g のものがあればいいです。はい、あとニンニクと生姜、これ同量で 5g ずつぐらいでいいです。はい、もうそんなにですね、くし切れのレモンかなんかがあればすごくいいと思います。はい、以上、もうちゃちゃっと作っていきたいと思います。はい、はい、ということで、今回ね、悪魔の唐揚げを作る上で何が一番重要かっていうと、悪魔のドリンクですね、が一番重要だと思います。なんでかっていうと、悪魔的な美味しさっていうのを理解してから作った方がね、気合が入るんですよね。だから悪魔的なドリンクをちょっと用意したいと思います。うん、悪魔的なドリンクを飲んでいきたいと思います。たまらん。これと悪魔の唐揚げが合わさったらどうなってしまうのか。じゃあやっていきたいと思います。まずですね、まあ、生姜もちょっとこもう切れてるもの用意したんで、ニンニクね、皮むいて1かけずつですね。今回はね、ニンニク生姜バッチリ効かせていきます。悪魔なんでね、胸肉とかでもね、美味しくいけるんですけども、半分に切ります。まずね、皮の処理とかまあいろいろ言う方いらっしゃるんですけども、僕は皮捨てちゃうともったいないので食べます。で、大体8等分ぐらいにしちゃう。だって皮うめえじゃん、鶏皮とかうまくない、取んないでそのまま唐揚げにしちゃった方がいいと思います。ここはい、ね、ここでつけて切っちゃいたいと思います。その方がね、あの洗いも少ないんでね。はい、ニンニクと生姜はね、まあ僕四股の唐揚げとかだとね、あの生姜使ってないんですけど、今回はニンニクと生姜ねたっぷり使っていきます。はい、だからね、結構ねスパイシーなあの香りがつく、唐揚げになりますね。生姜でこれ入れていきます。おろし生姜とおろにちにんにくが入ることによってスパイシーさがね、より悪魔を演出していきます。ローリングにしてやろうかっていう感じですね。悪魔の唐揚げに一番必要なのはオイスターソース。僕はね、いつもね、トップバリューの、オイスターソース、このね、トップバリューのオイスターソース美味しいんだよね。これを、大さじ2杯ね。だから今回ね、オイスターソースつける唐揚げなんですよ。トップバリューじゃないやつを使う場合は、食塩量 の相当数をね、見てくださいね。これは大さじ1杯あたり食塩が 2.3g のものを使ってますので、それと近しいオイスターソース使った方がいいです。これより多かったら少なめに入れて、少なかったら多めに入れるんですよ。計算して入れてくださいね、これはね。マヨネーズなんですよ、これ。マヨネーズね、大体ね、小さじ2杯ぐらい入れる。はい、これぐらい。ね。油分がね、鶏肉をコーティングして、非常に柔らかくてコクのある仕上がりになります。マナブを4分の1入れます。はい、これを、はい、僕はね、毎日ね、自分の家で自炊してますから、マジで自炊してます。それが大事だと思います。多く混ぜて、でそうするとね、オイスターソースってすっごく旨味が詰まってるんで、これでね、唐揚げを作るとね、まあうまいんだよね。このまま揚げても、すぐ揚げても大丈夫は大丈夫なんですけども、15分ぐらい置くと、非常にね、味が落ち着きますんで、このまま15分ね、ちょっと漬け込んでください。漬け込んだら揚げていきます。はい、ということで、いい感じで、ね、使いまして20分経過しました。ということで、やっていきたいと思います。僕はね、揚げるときは少ない油でやるんですよ。なんでかっていうと、油高いじゃん。もうね、鍋底1センチでいい、ね、これぐらい、これぐらい、これで中火で温めておくんですけども、温めてる間にこれポコッと、僕はね、厚衣ですね、はい、これぐらい白くしちゃいます。軽く握って落として、でこれで OK。 皮が丸まっちゃうと皮に火が通んなかったりしてブヨブヨになっちゃったりもするんで、これね、皮ね、ちゃんとこう伸ばしておいてくださいね。これね、いい感じです。これはね、結構ね、このね、パンチがあるんですよ。片栗粉と小麦粉を混ぜる方もいらっしゃるんですけど、僕はね、片栗粉だけ派です。サクサク感を求めるんであれば、もう片栗粉オンリーです。揚げたてが一番美味しいのは片栗粉。
はい、お店とかだと小麦粉とか混ぜ込んだりするんですけども、それはちょっと時間が経っても美味しいようにっていうような工夫なんで、まあでもね、料理の味なんてね、もう好みよ。最終的には美食がどうとかってね、しゃらくせえこと言うグルメな人いますけど、結局好みだから。でもそれだけだとね、じゃあもう全部好みじゃんっていう風になっちゃうんで、だからその自分の好みをどう表現するかっていうのが料理人とか料理研究家なんですね。で、火加減は、ね、中火で温めてます。はい、だからモンドにして180度とか空気を触れさせながら揚げることによってよりサックサクになるんです。だから節約と味を枯れてるの。唐揚げ自体が悪魔なのにさ、タレが悪魔だからね。トイプードル色になってきたらちょっとひっくり返しますよ皆さんね。おいしそうでちゅね。唐揚げやってるとあるあるだと思うんですけど、もう本当にこれ我が子の成長を見守るような感じなんですよね。全体的にトイプードル色になりましたら引き上げます。ほら、カラッと揚がってますね。皆さん、わかりますか、これ。この唐揚げ、最高にうまいんだよね。なんで、揚げ物はマジで家でやるのがうまいと。油が吸われました。だから、盛り付けていきたいと思います。ほら、本当に美味しそうな唐揚げですね、これ。今回はね、オイスターソースでやってるんで、結構ね、ちょっと中華っぽいんですよね、感じがね。わかりますか、この、サックサク感。はい、こちらで、悪魔の唐揚げ。じゃあ、いただきたいと思います。いただきます。まずはそのままいきましょうか。いただきます。うまっ。うまっ。醤油味の唐揚げと全然違う。中華屋さんで食べるような唐揚げになってますね。たまらんな、これ。レモンも絞っていいですか。このね、酸味の酸味も合うよ、これ。ニンニクと生姜のパンチがすごい。味付けはほとんどオイスターソースなんだけど、うまみが半端ないですね。まろやかさもあるんで、これがマヨネーズです。うまい。じゃあ唐揚げくんお願いします。いただきます。よいしょい。ハイボールうまハイボールは手伝うか。ハイボール唐揚げを食べます。じゃあザクッといただきます、はい、いきます。うまっ。最高すぎるわ、これ。これね、ハイボールなんですよ。これ永遠に食えんの、ほんと。永久唐揚げ。うん。オイスターソースとマヨネーズだから、やっぱコクがすごいね。もちろんね、至高の唐揚げとかも、うん、まあしっかり美味しいけれど。至高の唐揚げ、醤油味なんですよ。これは醤油味でもないし、うん、何味なんだろうって多分なる味。ちょっと中華風なんだよね、うん、揚げ物は家が一番うまい説をいつも言ってるから炙ってください、はい、もうカメラ止めてください。結局はね、好み、料理はね、はい。あとまあ僕はね、よくね、僕は世界一うまいとか言ってますけど、唐揚げ特に世界一うまいことにこのね、意味はないです。牛肉とかあったらそれはステーキで食うのが世界一うまいと思うんです、僕は。でも牛肉ってステーキだけで食べないんじゃないですか。じゃあなんで世界一ステーキがうまいのに、なんで牛肉をしゃぶしゃぶにしたりとかすき焼きにしたりとかいろいろやると思いますか。それは飽きるからなんですよ、はい、だから世界一うまい食っても一生それを食べるわけじゃないんだから、他の味付けも知っといた方がいい。だから全ての料理に価値があるんですね。ちょっと何言ってるか分かる今。俺ちょっと分かんなかったな。うん、大丈夫、うん、編集の時に判断、編集が何とかしてくれるか。すべて編集が。オイスターカラーやったっけ。オイスターカラーやった。ノーマルオイスターカラー。あれ覚えてない。いやもう2年くらい前だけど、ね、2年くらい前にやったっけ、うん、だからまあ別にこのまま出してもいいけど、うん、あ、これ2年前出してた。これオイスターソースだけでやってたカラーがあった。嘘。あ、違う、ウスターカラーか。そう、ウスターカラーよ。あ、ほら、俺過去動画見たんだから。オイスターソースとウスターソースは全然違いますから。